はいどうも、キリハです。今回は6月30日から開催が決定しました、水着イベントの、イベント PV がね公開されましたので、そちらの内容について気づいたこととか、ちょっと感想なんかをね、画像を見ながらお話ししていこうと思います。ついに6月30日に開催されることが決定しました。イベント PV で、この画面があったんですけども、6月30日水曜日イベント開始ということで書いてありますので、これでイベント開始が決定したわけですね。この PV すっごくいろんな情報が詰め込まれていましたので、今から少しずつ見ていきましょう。よければ最後までご視聴ください。それでは見ていきましょう。はい、まずのっけからなんですけども、戦車の CG からスタートしたわけですね。わざわざこの CG 作ったみたいですね。そしてこの戦車なんですけども、トリニティの備品らしいです。こちらの備品というのが書いてあるんですね。なのでこちらの戦車はトリニティの備品として、みんなが使ってるみたいです。真夏の思い出作りに戦車で海に出かける、そんな青春もあっていいんじゃないでしょうか。全く想像つきませんけどね。そしてこのカットでスイカを食べているイラストがありますよね。これが誰なのかがちょっとわかんないんですよ。最初水着に紐があるのでひふみかなとも思ったんですけれども、結び目の位置がちょっと違うんですよね、ひふみとは。なのでもしかしたらこの4人以外も存在するのかもしれません。楽しみですね。これが誰かわかるですとか予想がある方は、よければコメント欄の方に書き込んでいただけると嬉しいです。はい、でこちらが剣のスキル演出ですね。完全にサメ側になってますよね。美女が海に行ったらサメに襲われるのが常識中の常識なんですけれども、まさか美女がサメになるというのはあまり考えなかったですね。なかなか斬新な描写だと思います。そしてイベントが始まるまでに結構皆さんと話題になっていた武器種が変わったりですとか、スペシャルストライカーの枠が変わったり、ポジションが変わったりっていうことがあるんじゃないかと思ったんですけど、今回 PV を見てる限りでは皆さん同じポジションでしたね。おそらくではあるんですけども、剣はショットガンでおそらくフロントの位置にいると思います。まだ正確な情報を見ていないので何とも言えないんですけれども、おそらくそのあたりは変更なしでいくのかもしれません。これを見る限り剣もストライカー枠っぽいですよね。はい、そしてこちらがいつものメモリアルロビーのネタバレですね。早く全身が見てみたいです。これも前から話題になってるんですけど、このイラストって生徒を当番にしたらこの特殊背景のまま実装されるんですかね。個人的にはちょっとイベント感出てていいので、この背景もそのまま実装してほしいなと思います。はい、次に真っ白のスキル演出ですね。水をぶん投げてその後に銃を撃つような演出だったんですけれども、やはり今回も姿が映っていないのでスペシャル枠なのかなと思います。正直編成画面でつまんだ時の声とか聞きたかったですよね。まあ、今後もしかしたらこういうのが変更されていくのかもしれません。今回は変更なさそうですが。そしてこちらがメモリアルロビーですね。アイスになりたいということで、真っ白に関してはおそらく今回もスペシャル枠のスナイパーという感じでしょう。いや、早く使ってみたいですね。どんな特性になるのかすごく楽しみです。スキルの演出を見ると、ひふみ以外は水をぶっかけるような内容が多かったので、これがどういうスキルになるのかっていうのはちょっと気になりますよね。色が青なんで神秘属性だったりするんでしょうか。まあ、今のところは何もわかんないんですけどね。楽しみです。そしてこちらが、あずさのスキル演出ですね。まあ、先生に写真を撮られる演出みたいなんですけども、正直これを見た時私の中で残機が減る音がしました。おそらくこの可愛さではかのヘラクレスも持たないことでしょう。そしてこれがスキル演出ですね。氷の魔女という設定ではあるんですけども、まあ、今回は海ということで海水みたいです。まあ今までも氷要素あんまりなかったですけどね。ストーリーを見たらこの辺明らかになるんでしょうか。そしてこちらがメモリアルロビーですね。正直どんな性能であれ、もうこのメモリアルロビーを見せられたらもう引くしかないですね。覚悟は決まりました。ということであずさだったんですけれども、まあ、ポジションも、ストライカーっぽいですし、武器もアサルトライフルだったので、やはりこの辺は変更なさそうですね。
おそらく今回の注目株ではあると思うので、ガチャで登場といったところでしょう。はい、でこちらがひふみのスキル演出なんですけども、戦車でね特攻をするようなね感じなんですが、この時のセリフでこの戦車がクルセイダーちゃんっていうらしいんですけど、クルセイダーちゃん落ち着いてくださいって言ってるんですよね。なのでこの戦車って人が操縦するというよりは自走式だったり、はたまた AI で動いていたりっていう感じなのかもしれませんね。もしかしたら意思があって勝手に動くのかもしれません。いや、これが人工知能だとしたら、その人工知能になりたいですよね。いや、そうなればこの戦車に座ってもらうことは、つまり、はい、それでは次に行きましょう。でもそのまま戦車で戦う感じになってますよね。もう武器種とかも一切不明って感じです。スキルを使うと戦車が出てくるんだと思うんですけど、もう最初から戦車で戦ってる可能性すらあるので、正直今のところ何にも言えないですね。そして単体の相手に対して砲撃をしてるんですが、範囲で爆発してるような感じにも見えるので、もしかしたら相手を指定してそこから範囲攻撃という内容なのかもしれません。そして、みんなで花火を見上げる綺麗なアニメーションで終了という感じですね。あとは気づいたこととか、ちょっといろいろ語っていこうと思います。でやはり個人的に一番気になるのは、もうこのスイカを食べているキャラクターですね。おそらくメモリアルロビーか立ち絵のイラストだと思うんですけど、今回ピックされている4人の中で1人も当てはまらないんですよ。なのでもう1人多分いるんだと思います。まさかの5人目ですね。もしくは前の動画でちょっと予想してたんですけど、前後編で今回前半で4人出て、さらに後半でさらにキャラクターが追加とかだったら面白いですよねって話をしてたんですけど、もしかしたらそっちの後半の方のキャラクターなのかもしれませんね。正直この子が気になりすぎます。この PV の一番気になったところはこれですね。あとは地味に敵も水着姿なのにちょっと受けますよね。うちの生徒よりも先に水着を着るなんて許せねえ。ただちょっと可愛いですね。マスク外してほしいって思いません？皆さん。特に右の子が結構好みです。あとは、今回ポジションとか武器種の変更はなさそうな感じではありましたね。正直真っ白をストライカーで使ってみたかったです。あとはあずさのセリフで、所定の地点の海に到着した、任務を開始するという文言があったんですよ。なので今回は遊びに行ったというよりは何かの任務で行くことになったというストーリーっぽいです。何にせよなんかこの荷物を見ると遊びに行ってるようにしか見えないですけどね。いやー本当に可愛い。とにもかくにも夏空のウィッシュリスト、6月30日にイベント開催ということで、もう待ちに待った水着イベントがついに開催されます。当日は出るまでガチャ配信もやろうと思いますので、ぜひぜひ遊びに来てください。前回のイワンクパーラの時みたいに、イベントの最効率な回り方ですとか、皆さんにとって有力な情報をどんどん動画にしていこうと思いますので、よければ動画の方お待ちいただければと思います。それでは今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。